さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回はスーパー Z の西部警察ですね、152、153号やっていこうと思います。今回もアシェットさんからキット提供していただいておりもらっております。で、ティコン、今回何やるの？エンジンの組み立て Q ですよ。まあ、ちょっとエンジンの組み立てっていうのが続きますけれどね、じわじわと進めていこうと思います。152号なのでどっちこっち、まあちょっとね、こんだけ少なかったんで、まあ一発で取っちゃおうかなと思ってね、前回飛ばしました。では行っていこう。ほらほらバシャーンってなりそうで怖い。おいよっこいしょ。で、これのまずこちらですね、ちっちゃいネジ、まあディテールではあるんですけれど、こちらをやっていこう。なんか最近プラモデルをまともに作ってない気がするな。なんか塗装ばっかやったりとかそんなんで、なんかニッパーが袋に入れたまましまったままだと。よいしょ。で、こちらを、これですね、ちっちゃい、これをこっち向きにやって、ここにね、あのこの斜めのこの頬杖があるんで、頬杖って言っていいのかわかんないけど、あれちょっと待って、これ2種類ある。短い方が152の6になるので間違いない。短い、危ない危ない危ない、やらかすとこでしたね。本当だ、ちゃんと読もうね。短い方を使うよと。ですが、こちらはちょっと穴が小さい、穴じゃない、棒が小さいので接着剤を塗るのが難しそうだ。すんげえちっちゃいんだよ。よっ、掴むのがこうさ、塗りたいところに掴んでしまうわけにはいけないので、よっよっよっと。で、これをここにつける、ディテールアップ。で、反対側もですね、ディテールアップ、初期よ。はい、ついたよと。小さ、あ、そうか、ちょっとごめんなさいね、今全然違うところでやってたかもしれない。もうちょっと体をこっち、ちょっとね、カメラのね位置を変えたりしちゃってるからね、とにかくやっぱ戻そう、前の方がいいわ。で、これをここに、これじゃない、これをここにこうくっつけるんだが、この辺でやればカメラの位置がこうですね。これも接着剤でつけろっつって書いてあるので、こんな感じですね。まあどうでもいい話をしながらやっていこうかなって思うんですけど、いやー、仕事がさ、ずーっと休みが週に1日しかなくて、まあまあ辛くてさ、あの体休めるっていうのも、まあなんとなく皆さんね、長お付き合いだとご存知だと思うんですけど、鍋さんあんまり寝ないじゃないですか。あのだからやっぱりこう休みはね、寝だめみたいな感じにしたいんだけど、じゃあね、1日しか休みがないとさ、寝だめができなくなっちゃうじゃない。そうなると結構ね、やっぱり徐々にガタが来るんだよね。まあ、調子悪いとかね、そうなの、仕事が今ね結構空きがあるから、そんなにあのしんどいっていうわけじゃないけど、やっぱりちょっと仕事に行く以上ね、皆さんそうだと思うけど、ちょっとこう気が張るじゃないですか、仕事に行くっていうだけでね。そうだから、それだけでなんか無駄に疲れるみたいな感じになっちゃってんだけど、やっぱりそれでもずっとちょっと長いことそれが続くとしんどくて、でね、寝りゃいいじゃんっていう話だけどさ、なかなかやっぱりちょっとやる、どうしてもね、あのやらないといけないことが多いから、それを週の1日の1回で済ませないといけないとか思うと、まあまあ辛いんだよね。朝なんだかんだ早く起きてやることやってみたいな。まあでもみんなもそうだよね。
昔って本当に週休2日じゃなかったじゃないですか。今の生活に慣れすぎてるね。まあ別にしょうがねいいんだけどね、別に昔はそうだったから、ね、そうしないといけないみたいなさ、なんか年寄りみたいな話、なんか嫌な年寄りね、嫌な年寄りのみたいな言い方もよくないけど、いや逆に今を生きてるんだから今にならえって感じがしちゃうんだよね。なんかね、まあいいや、その話はまたしよう。よいしょ。そう、やっとこれで再び週休2日に戻るから体が少し楽になる。だけどやっぱりなんか一日でできなかったことみたいなのがさ溜まってるから、それをとりあえずこなしてからのんびりって感じだな。こう見て、これをここにつける接着剤。なんかさ、昼寝が一番気持ちいい気がする。昼寝、寝たいなーっていう時にやっぱり寝れるっていうのってなんか幸せだよね。あー眠たい、寝ようかなーみたいな感じで、うー寝るーみたいな、あ終わり、終わっちゃった。あー危ね、よし終わった、できたね、短く一瞬で終わってしまう。結構ゆっくり作るつもりだったんだが、はいこれでおしまい。次は153号ですね。エンジンの組み立て10です。やっていこう。週休2日になったところでも、とりあえず最初のうちは、そのやらなくていけないことが溜まりきってるんで、それを片付けないといけないな。やりたいこと、やらないといけないこと、なぜなぜ。そう、休日の楽しみは昼寝だわ。昼寝ってマジ気持ちいい。インテークマニホールドの組み立て、結構このねアシェットさんのさやつってネーミングがしっかりこうやって書いてるから、それは嬉しいね、勉強になるね。ここにこうつけるんだけど、これも接着剤でつけろってなってますね。こうか、例えば会社の人がインフルエンザになったよ。やっぱり小さなお子さんがいるっていうと病気になりやすいんだよな。要はもらってきね、子供がもらってくるっていうのでさ、あれで大変だわ。ねえ、休めばね、良くないじゃないですか。まあ、会社によってはね、休めば休んだだけお給料減っちゃうしさ。もう大体、ね、値段お金決まってますっていう人だったらそんなに痛くない話かもしれないけど、まあ割と私が知ってる範囲ではそういうところよりもどっちかって言ったらちゃんと出勤日数でみたいな、まあね、有給があるからいいやっていうところもあるとは思うけど、まあいろいろそう思うと、ね、やっぱりそう思うようにはね、なかなか、だから小さいお子さんがおるところは大変だと思うわ。そうやって病気になって本人が気をつけていてもって感じになっちゃうね。ただその人とずっと結構そばにいたからもらったかなっていう気もしたんだけどね。要は見た感じの症状はなくても潜伏期間みたいなやつでさ。だけどまあその人と作業してて、それから2日経っても私の体調に変化がないし、まあ大丈夫でしょう。まあ、病気にだけはなりたくない。この前調子悪かった時マジでしんどかったもん。なんかもうマジで嫌だとか思いながら、なんかさ仕事も気になっちゃってみたいなね。まあ皆さんそうだと思うけどさ、ね、なんか休む時ほど本当仕事ってなんか気になるんだよね。大丈夫かなとかさ、迷惑かけちゃったなとかさ、変な罪悪感とかさ、いろいろ生まれてきて。こうついてる。
よ。よし。結構小さいパーツが小さく塗るところが多いからやりづらいな。こう見てこうの逆こうか。こうだね。お、これでうまくついたはず。で、そうしたらなんか変な、これなんか接着剤付けが多いな。見てこれを、前回じゃないよ。さっき作ったパーツじゃない、これもまた新たに、こちらこれもまた前回と同じようにこのディテール、ナットですね、これをつけるよとなってる。ああよし、遅い。これ今右手すっげえ力抜いてる。力入れるとね、ピンって飛んでっちゃうからさ。飛びにくいピンセットではあるけど、あんまりそこまで過信しない方が。ああ、なんか今夜なんだけど、夜になるとドライブ行きたくなるな。休みにさ、昼間にドライブ行くんだけどさ、車が多いからさ、すぐ止まって、なんかちょっと走っちゃ止まって、ちょっと走っちゃ止まってって、まあガモゴリよくある、あぶね、落とすわってよくある話なんだけどさ、なんかスイスイとね走りたい、そんなねバカみたいにスピード出して、ね、かっ飛ばしたいとかそういうのはないからいいんだけど、ただあのスムーズに走りたいのよ、スムーズに。ちょっと走っちゃうと待って、なんか繰り返しとったらもうガソリンいくらっても足りないからね。なんかガソリンの値段が上がるとか上がらないとか、ちょっと噂を聞いちゃったんだよね。今って国がね、ちょっとこう出してくれてるからガソリンって安いわけじゃないですか。それがなくなるとね、リッター200円ぐらいなんだよね。いや、リッター200円、まあね、よっぽどならないと思うけど、リッター200円になった時なんかさ、多分ひどいと思うよ。多分旅行に行く人も減るからさ、まあ、相当ね、結局なんだろう、収益が減ると思うよ、国の税金が。やっぱ消費税だとかね、そういったものでさ、旅行に行かない人が増えちゃうから、また税金が消費税とかでこう取れなくなってしまっての、なおかつね、車を乗らなくなってガソリンも消費できなくなってみたいな、いや悪い方にしか進む気がしない。ん？これか？あ、これだ。ガソリン200円になったらきついな。自分が Z 乗ってた時なんか、ああ90円か、まあしょうがねえな、入れるかとか言って言っとったのに、ハイオクを。ほんとさ、たまにこの話しちゃうけどさ、ほんとあの頃が懐かしいわ。90円でまあまあ、ああ90円か、まあそんなもんだよね、しょうがねえな、入れるかって、80いくらかだった時もあったぐらいだもんな、80後半とかね。今の人がそれしたら、ほんとして、え、マジでとか言って言いそうだよね。免許取り立ての子とかなんか。半額以下だったんだよ今の。まさかレギュラーを超えると思わんかったのかな。あ、レギュラーじゃない、今のレギュラーのね金額を超えると思わんかった。でこれか、今ガソリン満タン入れるとマジ財布厳しいもんな。キャッてなる、キャッて、うん、
マジかーってなるじゃんか、それ今入れると満タンで。ショックを受けるよ。ね、皆さんの乗ってる車の方がねタンクでかいと思うからさ、あと廃屋だったりとかするからさ、と大変だと思う。勘弁してほしいわ。ガソリンもっと安くなんねえかな。なんかいろいろ気になるんだよね。税金こんなに払っとって、昔なんか消費税なかったんだよ。若い子知らないと思うけど、消費税なかったんだよ。最初 3% だったんだよ、出た時に。でそっから今度なんだ 5% になって、今じゃ 8% 10% だもんね。タバコ吸ってる人とかタバコなんて、自分が吸い出した時はまだタバコ250円だったもんね。安かったわ。150円だもんな。それが今じゃ500円超えてんだもんね。でも吸う、何なんだろうか。まあでもさ、こんなこと言っとってさ、もうそれがまた数年後に自分が動画見た時にみたいな、そんなこと言ってたんだみたいな、今じゃもうんだけ金額が上がってるよみたいにもなりかねない。先は分かんねえけどさ、怖いわ。消費税って恐ろしいわ。何したって降りかかってくるてな。まあその分国が豊かになっていればいいんだけど、なってるようななってないような。税金はやたら取るし、YouTube とかでちゃんと税金払ってるからね。まあそれは国民の義務なので払わないといけないですけれど、払ってさ、なんかちょっとうーんって思うわけよ。税金払うときにうーんって、政治家がーとかさ思ったりするんで、あいつあんな悪いことしとって俺らの税金でみたいな。はにゃはにゃといろいろなんかよからぬことを考えてしまうわ。いなきゃ困るけど、もっとちょっとどうにかなんねえかなみたいな。よっ、よし、できたよ、ほら完成。結構ちょっと今回細かかったね。なんかちま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 となったな。いやでもできたできた。ということで今回こことここですね。どうでしょうか。あとこのちっちゃい小前外部、あ、これつけてないじゃん。これここにつける。どっち向き、どっち向きとかあるよね。あー、こっち向きね。ジェット塗って、こっち向き、一応向きがあるみたいなんでね。なんか浮いてくるな。なんかこれしっかりついてない感じがする。よっ、これでおしまいと。うん、なんかついてる、ちゃんと。細かすぎて見えない。なんかこの子でやってると、おい塗りすぎてとか言ってなりそうなんだよな。これでここにペタッと、あ、うん、くっついたくっついた、よしよしよし。なんかちょっと塗りが悪かったんだな。 OK できたよ、ほらこんな感じ。さあどうでしょうか。ちょっとやっぱり撮影しにくいカメラの位置変えたら。よし、ではね、またねどんどんね進めていこうかなと思います。今回はこれでサムネこんな感じ。かっこいい、いいね。よし。で、次回なんですが、まだちょっとエンジンの組み立て続くんじゃないのか。どうかな。いや、エンジンの組み立て11までまだありますね。でもさ、154号っていうことはさ、もうこうね、折り返ししてんだよね。
いや、あと半分で完成すんのかなこれ。まあでもエンジン内装もまあまあまあやってきてるし、まあいろいろ考えるまあ間に合わんことはねえのか、最後またちょっとてんこ盛りで来るかもしれないな。まあということでですね、またね、アセットさんからねキット撤去していただきましたので、もうどんどん進めていこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。